吉方応仁2年うるう10月2日は、室町時代の新言州の僧。将軍、足利義満の弟、足利光仙の子、美ホ院吉方としても知られる。通称はアトペンチン受合。王永17年4月8日美ホ院、満載の下で入り、翌18年6月21日に、発新院にて、特度、11月8日に受会している。 密教像としての修行を終えた後の欧三32年12月5日に当時長者に任せられる。欧三34年11月11日に満歳からすべての修行を終えたとする付け法上を授けられ、影響2年に満歳から正式に美穂陰門跡の後継者に指名された。美保陰門跡第五ジザス、順三校を歴任した。だが、満歳。 吉方と二代続けて、美保院よりも室町殿に近い保守院にいることが多く、干渉3年にはこれに反発した美保院の僧侶が、吉方を訴える騒ぎを起こしている。70歳没。なお、吉方が門跡だった美保院は創建当初から騎手が従事する陰下であり、同門に精神、儀覚聖書が得度していた。美保院満歳からは拠点だった。 金合林院を道場として、伝望勘定を受けており、前代僧場、万歳樹、吉方あじゃり勘定院新院名案、第五次、文書26巻27号、新洋録金合林院編として現存している。ありがとうございます。